西野明、西野明、西野明、1955年4月7日台は、埼玉県浦和市、現埼玉市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代の主なポジションはミッドフィールダー。前日本代表監督で、2018FIFA ワールドカップでは、日本代表を率いた。J1 リーグの監督として、通算勝利数270は、 歴代1位である。大宮サッカー場に来る日本代表に憧れる、サッカー少年時代、三菱ダイヤモンドサッカー、東京12チャンネル、現テレビ東京の視聴者プレゼントに応募、シューズをもらった経験があるという。浦和市、立原山中学校を卒業後に、埼玉県立浦安西高等学校に入学。全国高等学校サッカー選手権大会ではベスト。 八進出。その後は、早稲田大学教育学部に入学。足利州級部に所属し、在学中に日本代表に選出された。1978年に、日立製作所へ入社。人事部の女子採用係に配属され、新人ながら、求人票配りに活かされると、大学サッカーで人気選手だったこともあり、女子が殺到したという。 同社サッカー部加入以降は、プレーに精細を書き伸び悩む。その後、復活を果たし1985年に日本、サッカーリーグ大記録の8試合連続得点を挙げ、ベストイレブンにも選出された。また、晩年には、センターバックを務めることもあった。しかし、天才肌の MF である一方で淡白な部分があり、日立加入初年の1978年を最後に、 日本代表には呼ばれず、1990年に現役を引退した。1991年から U-20 日本代表監督。1994年にアトランタオリンピック本大会出場を目指す U-23 日本代表監督に就任。28年ぶりとなる本大会出場、本大会でのブラジル戦での勝利、マイアミの奇跡で名を挙げる。 1998年に日立製作所を前身とする柏レイソルの監督に就任し、1999年にはナビスコカップ優勝に導き、クラブ、西野自身にとって初のタイトルを獲得する。2000年はタイトルこそ獲得できなかったが、セカンドステージは、柏アントラーズと最後まで優勝争いを繰り広げ、2位というクラブ史上最高の成績を残し、 年間獲得価値点は1位であった、自身初となる J リーグ最優秀監督に選ばれた。しかし、翌2001年には、ユサンチョルを横浜 F マリノスから獲得し、優勝を狙ったが、優勝争いに加わることができずファーストステージは6位に終わった。ファーストステージ終了後に、成績不振を理由に解任された。2002年よりガンバ大阪の監督に就任。 J リーグ開幕以降タイトルと無縁だったクラブを上位陣に押し上げ、就任4年目の2005年に g 大阪と自身にとっても初となる J1 リーグ優勝を達成し、2005年1、最終節、2度目の J リーグ最優秀監督賞を受賞。2006年は終盤まで浦和と優勝争いを展開するも、最終節での直接対決で敗れリーグ連覇を逃す。 2007年には、ナビスコカップ優勝を達成し、3月3日の大宮戦で J リーグの監督として、史上初となる J1 通算150勝を達成、内訳、柏67勝、G 大阪83勝。2008年には、AFC チャンピオンズリーグを制し、AFC からアジア最優秀監督に選ばれ、FIFA クラブワールドカップ2008準々決勝の、 アデレードユナイテッド FC 戦では日本人監督として FIFA 主催の公式大会で初めて勝利を挙げた。さらに天皇杯優勝を達成し国内三大タイトルのすべてを制覇した。またこの年 J リーグクラブの監督在任最長期間記録トニーニョセレーゾカシマ監督を更新した。2009年12月5日の千葉戦で J1 通算200勝を達成。 さらに、この年の天皇杯を制し、天皇杯連覇を達成した。2010年は開幕前から怪我人が相次いだ影響などにより、前半戦は絶不調に陥るが、後半戦は持ち直し、リーグ2位に押し上げる。しかし、天皇杯3連覇を逃し、2006年以来4年ぶりにシーズン無冠に終わった。就任10年目で迎えた2011年も無冠に終わり、 ガンバから同年限りで契約満了、事実上の解任を通告された。2012年5月19日、成績不振により解任された和田正宏の公認としてビッセル神戸の監督に就任。しかし、同年11月8日、成績不振により解任。なお、2012年の残り試合は、コーチの足立良が指揮を取ることになった。 2014年シーズンから名古屋グランパスの監督に就任。2シーズン指揮を取ったが好成績を残せず、内容を含めチームは停滞。2015年10月、契約期間満了により退任。2016年3月、日本サッカー協会 JF の理事に就任し、降格処分となった下田正宏技術委員長の後任として技術委員長に就任。 2018年3月28日、日本代表が欧州での親善試合を一歩に一杯で終えた後、バヒド・ハリル・ホジッチ監督の続投を明言した。2018年4月7日、バヒド・ハリル・ホジッチが突如として日本代表監督を解任され、その2日後の4月9日に公認として西野が代表監督に就任することが JF より発表された。 任期は2018年4月9日から2018年、ロシア W 杯までの約2ヶ月間で、岡田武史以来2人目のワールドカップで指揮を取る、日本人監督となった。また、西野は、日本代表監督就任に伴い、同年4月7日までに、JF 理事、JF 技術委員長、J リーグの理事を辞任している。代表監督としての最初の指揮は、同年5月30日に、 横浜国際総合競技場で行われたガーナ代表とのワールドカップロシア大会前の国内最後の親善試合だったが0から2で敗れ、ウイジンを勝利で飾ることはできなかった。翌日5月31日にワールドカップロシア大会に臨む23人のメンバーを発表。同年6月8日にスイスのルガーノで行われたスイス代表との親善試合で0から2で敗れ、 就任後に連敗となったが、6月12日にオーストリアのインスブルックで行われたパラグアイ代表とのワールドカップ前最後の親善試合では4から2で勝利し、代表監督就任後を3戦目にして初勝利を挙げた。2018年6月19日にサランスクのモルドビアアリーナで行われたワールドカップロシア大会グループ A 一所戦でコロンビア代表を2の1で下し、 日本代表にとって2010年の南アフリカ大会以来となワールドカップでの白星をもたらした。また、この勝利はアジア勢がワールドカップにおいて初めて南米のチームから挙げた白星であった。グループステージ第2戦6月24日、エカテリンブルクアリーナはセネガル代表と対戦し2から2の引き分けで勝ち点1を獲得した。6人の先発を変更して挑んだ。 第3戦、6月28日、ボルゴブラードアリーナのポーランド戦では59分に、先制点を許し、0から1とされたが、同時刻に行われていたグループ H のもう一つの、試合で、コロンビアがセネガルを1の0でリードしているという、戦況を確認しながら、試合終盤に、後方でのパス回しを指示した。試合はそのまま、ポーランドに0の1で敗れ、最終的に、 セネガルと勝ち点4で並んだが、定められた規定により、フェアプレーポイントの差で、グループ2位での16強進出が決まった。決勝トーナメントラウンド16で、ベルギーと対戦、後半一旦は2点を先取したものの、後半アディショナルタイム終了間際のゴールで逆転を、許し2から3で敗戦、日本代表初となるベスト8進出を惜しくも逃した。 大会終了後の7月5日、日本代表帰国時の記者会見の最後で、同席した田島光造日本サッカー協会会長が、西野さんとは、今大会の結果がどうであれこれが最後と約束し、異流することはしませんでした。7月末をもって、日本代表の監督を退任します。また違った形で、日本サッカーに貢献し、サポートしていただければと思いますと西野の日本。 代表監督退任を明言し、ガンバ大阪監督時代には財布を忘れることが多く、スタッフがよく届けていた革靴をスーツケースに入れてしまい、スーツにサンダル履きで報道陣の前を歩いたなどのエピソードがある。コールスパンイコール4日本、コールスパンイコール2リーグ戦、コールスパンイコール二 JSL 杯、コールスパンイコール二天皇杯。 コールスパムイコールに期間通算14329通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。